水底に伏せているのを東部近くから見る。赤靴は蒸気港湾項目、赤靴下に分類される赤靴属の一種。海水魚、低正魚。赤靴という和名の由来は赤靴という漢字表記があるのに反して赤靴の添加型ではなく赤、九,九からの添加であるという。これについては日本テレビ系列世界一受け体授業2005年2月19日放送会で が、赤靴という胸の解説をしている。TBS 系列、マツコの知らない世界の2020年1月21日放送会では、魚くんに指示したアマチュア研究者、鈴木香里部が、やはり、赤靴という胸の解説をした。ただ、カエルの子語が鳴き声由来の犠牲語、ククであって、引き換えるだけを指す子語というわけではないため、本校ではこの部分を修正した。それでも、 ヒキガエルの古名に谷国があり、これは神、多軸久ヒの名でもあるように、九九とヒキガエルの関係性は非常に強い。本州以南の日本列島周辺海域、東シナ海、南シナ海、インド洋に分布する。大陸方から大陸斜面にかけて生息する低生魚。体長は約20、約30センチメートル。体色は赤く円盤状で、背面には 数多くの棘を備える。死魚、御魚もに泳ぐことが苦手で、制魚は獅子のように胸びれと腹びれ、計4本を使って海底を歩くように移動する。死魚は浮力を稼げる風船のような丸いカプセル状の膜に胴体を包まれた形で遊泳生活を送る。対抗作りや動きのわかる映像記録としては、 上述した鈴木香織部が世界で初めて撮影に成功している。産経新聞大阪本社、産経ウエスト2012年1月16日間では、カエルのようでカエルでないと紹介している。ありがとうございます。